ここで今1コーナーから2コーナー先ほどよりもぐんと近づいてきました。前を行く赤い大湯、そして後ろからはそのチームメイト坂口セナのマシン、このトタファイテックスの2台がぐっと距離を縮めて後半中盤から後半へといったところ、周回数が12周目を終えて13周、決勝は18周です。あとはどのあたりでしょうかね。あ、今藤谷ですね、やはりこの赤い2台、トタファイテックスの2台の4番手5番手、そこに片山、そして金丸という4番手争いの4台、ここが今一番期待したいところ、はい、それから坪井を追うこの宮田理友のファステストが出ているので、なんとかね後半この坪井に追いつき追い越せといったね、そんな走りを期待したいのが、宮田理友、チャンピオンを決めた坪井、そこに隙間はあるのか。この周回では先ほどはコンマ8だったんですが1秒1の差が出てしまいました。そしてその後ろ3番手走行は笹原右京は今単独での走行といった形、変わらず4番手5番手この赤いカーラーリングの戸田のマシン、大湯、坂口、その後ろは片山の白とピンク、その後ろ黄色い BMAX が続いています。そして、金丸の後ろ、金丸が7番手8番手には追い上げて2台をかわしていった小高が来ています。9番手には河野、河野がまたまた9番手ということになりますね。そうですね、これで先ほどの藤波がペナルティを受けたということで順位を1つ上げて16番手グリッドからスタートした河野はここで9番手、根本が続いて根本優希、ドラゴン、そして山口大陸、三浦愛、そして藤波が14番手ということになりました。藤波京都、そして唯一の N クラスのジェイク・パーソンズ15番手走行、後方シンガリは吉田元吉選手62歳、62歳で F3 乗るんだよ、とんでもない運動神経だと思います。はい、もう見ているだけでいっぱいいっぱいですよ僕らは。一体バックストレッチ何キロ出てるって、これ230キロオーバーしてるんですからね。そこにねついていけるその動体視力だったり体力だったりってすごいと思います。だって明日25周ですよ決勝、長いレース、その体力瞬発力もね、お見それいたしますって感じですよ。 F4 クラスの方にご連絡いたします。まだまだ続けてほしい。車両保管解除となっております。 F4 クラスの方、そんな中各選手がコントロールラインを切っていきます。周回数が14周目を終えて15周目、さあ場内ですが、やはりねちょっと一旦ねなんかお昼ぐらいでしたか、あれなんか明るくなったねなんて瞬間もあったんですが、ぐっと暗く感じるその雲の色というかな、蔵王連峰も雲に覆われている状況、ポスポスと雨が降っているといった状況です。なんかこれなんか YouTube でライブ放送されてるんだってね。でそんな中なんでちょっと状況を説明しておいた方がいいですね。はい、蔵王連峰普段は綺麗に見えるんですけどね、この放送席から今日は雲の中に隠れてしまっています。さあトップが帰ってきました。15周目を終えて16周目、今4コーナーから駆け上がっていきます。 S 字コーナー、坪井翔、宮田理友、その後ろやはりねちょっと差が開いてしまっていますね。笹原右京は3番手、まだまだその間少し開いて戸田の2台は、つかず離れずの後半戦、その後ろ片山、吉明、金丸優が同じような感覚で、そして追い上げてきた小高和人、その後ろ16番手からスタートをして9番手、河野です、河野俊介、根本が10番手根本、そしてドラゴン、山口大陸、三浦愛、藤波京都、唯一 N クラス、ジェイク・パーソンズ、しんがり、吉田元吉と続いています。残すところ周回数は3周、コース上なんとか最後まで強い雨は降らずにね終われそうかなっていう感じです。さあそして、三浦愛選手の応援団もいます。で笹原右京選手の応援団も上りを振っています、ね、熱い熱い声援が続いています。グランドスタンド
本当はもっともっとこのね、これから活躍していくであろうという若いヤングドライバーたちが活躍する F3、 たくさんの人に、ね、見に来てほしいなっていうところはあるんですけどね。この週末は F4JAFF4 もあります。それから楽しい N1 もあります。いろんなカテゴリー、いろんなクラスのレースがあるんで、もっともっとたくさんの人にこのサーキット、スポーツランドの凄いに足を運んでほしいなという中ですが、さあ今1コーナーぐっと迫っていったのは、これはどこのポジションだ、山口大六、その三浦愛、いやドラゴンですね、ドラゴンの後ろから大六が攻めていきます。山口大六、この F3 ではね、本当に長い期間地道にチャレンジをしている山口大六、さっきも話をしに行ったんですが、ちょっとやっぱりね、ぴったりとつけちゃうとダウンフォースが抜けちゃうんだよねなんて話をしていましたが、さあこれでトップが帰ってきてファイナルラップを迎えました。坪井翔、そして宮田理人も、その差はコンマ5、またまたコンマ5まで迫っていきます。さあファイナルラップ、どうだ、宮田理人もぴったりと後ろにまでつけることができるんでしょうか。その後ろは笹原右京、大湯、そしてこの関口瀬名の、そのトダファイティックスのチームバトルはまだ続いている。ちょっと間があって、片山義明、そして金丸優のバトルは最終ラップであるんでしょうか。さあトップ、その坪井翔の後ろに宮田理人がぐーっと迫ってくる、そんな状況になるのか。バックストレッチどうだ、そして名物のこの馬乗せコーナー、よく都合に魔物なんていう話がありますが、雨はしっかりと最後まで持ってくれそう。さあ馬乗せから立ち上がって、そして SP のインアウト、先ほどコンマ598まで詰めていったコントロールラインだったんですが、宮田理人、さあ間もなく最終コーナー駆け上がってくる 10% ダンロップをくぐり抜け、トップチェッカー、今そのチェッカーフラッグが待っている。坪井翔が右へ札でマシンを振ってトップチェッカー、この週末2連勝、宮田理人も攻めていってコンマ5まで攻めていきました。その後ろは笹原右京、そして戸田ファイテックス、この2台は93号車大湯が前、そして関口瀬名がその後ろ、そして片山義明、金丸優がチェッカーを受ける。さあここはどうだ、うーん、見せてくれましたね、小高の後ろ河野が攻めてったんですね。16番でスタートした河野がポジションを最後の最後もう一つ、そんなところで小高のそのすぐ後ろ、そんな形でフィニッシュをしていきました。そして根本、ドラゴン、山口大六、三浦愛、藤波はジャンプスタートでペナルティを受け14番でフィニッシュ。そしてコントロールライン、カーナンバー10は唯一の N クラスのオーストラリアのドライバーです、ジェイキパーソン。そして F3 クラスの方にご連絡いたします。最車検車両はゼッケン36938番になります。 F3 クラス最車検車両ゼッケン36938番になります。ウィン、しかしファスですは宮田理友選手ですね。この週末2連勝を飾りました、あ坪井翔選手がウィーナーとなりました。2番手には宮田理友選手、パステスと獲得。3番手には笹原武京選手というワンツースリーでした。ちょっとね、この天候がどう変わってくるのかという心配なところがありましたが、雨もなんとか最後まで持ってくれましたね。チーム監督とドライバーの方は、そして笹原選手の応援団の皆さん、お越しください。 F3 クラスゼッケン5番、行きましょうね。チーム監督とドライバーの方はタワー4階審査委員会室までお越しください。それから三浦愛選手の、ね、応援団の皆さん、お疲れ様でした、ね、ブルーの、ね、小畑三浦選手に届いていますよ。さあこの後表彰式、ぜひ皆さんの大きな声拍手お待ちしています。お相手はサイバトムでした。